そこで歩いてるのって。おい、シリカニープレミア。あ、キリタさん。いや、二人とも。あと、ピナにも挨拶しないとな。よ。シリカとプレミアで出かけるなんて珍しいな。どうしたんだ？探索を行っていました。あの、プレミアちゃんの次の目的地を探そうかと思いまして。そういうことか。なら、俺も付き合おうかな。え？一緒に来てくれるんですか？迷惑じゃなければだけどさ。迷惑だなんてとんでもないです。プレミアちゃんも大賛成だよね。みんなで探索した方が効率的です。それじゃあ決まりだ。プレミアのやるべき用事を探しに行こうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。ピナもお願いします。頑張ろうね、ピナ。よし、行こうか。いろいろ調べて回ったけど、プレミアに関連するイベントは発見できずか。二人とも、今日はこの辺りで切り上げようか。ごめんね、プレミアちゃん。成果が得られなくて。それでも、手伝ってもらい感謝しています。ピナもまた、一緒に探索しましょう。次も任せてくれって言ってますよ。やはりピナは私の言っていることが理解できているのですね。うん、私はそう思ってるよ。気持ちは通じているんだって。ほう、不思議です。私にも気持ちを通じ合わせることは可能でしょうか？もちろん、優しくしてくれているプレミアちゃんならきっと大丈夫だよ。そうですか。ピナ？静かに。あそこの茂みに何かいるな。おそらくピナの索敵にも引っかかったんだ。出てきます。あれはリスですかね。倒しますか？倒しちゃダメ。こちらに向かってきますが、敵ではないのですか？あれはクリッター。モンスターとは違う害のない動物だよ。動物？とて、ほら、おいで。触っても平気なのですか？プレミアちゃんも触ってみて。しかし、手順を把握していません。優しくそーっと触ればいいんだよ。そーっと。うん、やはり小さいです。脅威は感じません。それに温かい。その子も生きている証拠だな。生きている。それならこの子とも分かり合えますか？うん、ちょっと待ってね。ピナの餌なら食べてくれるかも。ちゃんとピナの分もあるから心配しないで。どうぞ、餌です。食べた食べた。ずいぶん勢いよく食べているな。きっとお腹が空いていたんですね。たくさん食べてください。プレミアちゃんも動物と分かり合えてきているみたいだね。うまくできているでしょうか？うん、
喜んで食べてくれてるよ。あ、言ってしまいました。何か失礼なことをしてしまったんでしょうか。ううん、多分お腹がいっぱいになって帰っていったんだよ。プレミアちゃんにごちそうさまって言っていたと思うな。そうですか、それならよかったです。実際に触ってみてどうだった？不思議な体験でした。もう一度試してみたいです。プレミアちゃんが動物への優しさを持っていればいつでも触れ合えると思うな。シリカとピナのようにもなれますか？うん、きっとなれるよ。そうですか、期待します。いい経験ができたな、プレミア。はい、ありがとうございます、シリカ、ピナ。